ダイアン・ゴールドマン・バーマン・ファインスタインは、カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のアメリカ合衆国の政治家。現在は、連邦上院議員。所属政党は、民主党で、宗教的には、ユダヤ教の信徒である。上院内で、ユダヤ系女性議員は、ファインスタインとバーバラ・ボクサーの二人だけであり、この二人は共に、カリフォルニア州選出かつ民主党所属の議員である。1978年から1988年までサンフランシスコ市長を務めた後、1992年に連邦上院議員に当選、就任し、現在も同職を務める。ファインスタインはアメリカ政界の歴史にいくつもの発を残している女性政治家であり、サンフランシスコ管理委員会議長、サンフランシスコ市長、カリフォルニア選出連邦上院議員を女性として初めて務めたほか、連邦議会上院では、議事規則議院運営委員会、情報特別委員会の2つの委員会で女性初の委員長を務めている。また、2009年の大統領就任式、両院合同委員長であり、委員長として司会進行役も務めた。1933年6月22日、カリフォルニア州サンフランシスコにて、レオン・ゴールドマンとベティ・ゴールドマン夫妻の間に、ダイアン・エミエル・ゴールドマンとして生まれる。父のレオンは、ポーランド系ユダヤ人移民の家庭に11人兄弟の一人として生まれた人物で、カリフォルニア州立大学医療センターに外科医として所属し、全国的な名声を得ていた。また母のベティは、ロシア革命勃発時に、サンクトペテルブルクより移民してきた家庭に生まれた人物で、かつてはモデルとして活動していた。ちなみに、ファインスタインの証言によれば、母方のローゼンバーグという姓は、ドイツ系の起源を持つ姓であるという。サンフランシスコにあるローマカトリック系の私立高校であるセークリッドハート高校を卒業後、1951年にスタンフォード大学に進学し、1955年に歴史学の学士号を得て卒業する。大学卒業後は地元サンフランシスコの地方検事局に就職し、翌1956年には軍検事局での同僚だったジャック・バーマンと結婚する。バーマンとの間には一女を設けたが、3年後に離婚した。1978年11月に、サンフランシスコのジョージ・モスコーニ市長とハーベイ・ミルク市政委員がダン・ホワイト市政委員によって殺害されると、市の規定により市政委員長だったファインスタインが市長代理に就任。1週間後には市政委員の投票により正式に市長に就任。サンフランシスコで初の女性市長だった。1990年にサンフランシスコ市長だったダイアンは、カリフォルニア州知事選挙中に民主党の指名を獲得したものの、共和党の上院議員に総選挙で上院から立候補していたピート・ウィルソンに敗北した。1992年にダイアンはそのキャンペーンに関連したキャンペーンの支出を適切に報告しなかったために$19万の罰金を課されている。1999年、1931年9月から48年12月までに日本による人種、宗教、国籍、政治的見解による迫害についての当時のアメリカ国内の調査内容を公表するための法案をアメリカ上院に提出し、2000年5月18日にファインスタイン法として可決させた。2016年9月にはファインシュタインはバラク・オバマ政権のサウジアラビアに$11億以上の武器を売却する計画を支持した。2018年8月にファインスタインが約20年間雇っていた中国系アメリカ人であるスタッフが中国の情報機関である中華人民共和国国家安全部に協力する工作員であることが明らかとなった。ファインスタインは彼が中国のスパイであることにずっと気づかず、2013年に FBI から指摘された後に解雇したとしている。ラッセル・ローはファインスタイン議員補佐官として、あるいはファインスタインの事務所から解雇された後も、社会正義教育財団の事務局長として、慰安婦問題で日本を非難する様々な活動をしてきたことが明らかになっている。2007年、政府契約や中国貿易で彼女の夫であるリチャード・ブラムが妻の上院議員という身分を悪用していた疑いで査察を受けていることが報道された。ファインシュタイン氏は2009年に夫の会社に業界基準よりも高い報酬率で抵当権付きの不動産を売却する契約を授与した翌日に連邦預金保険公社に250億ドルを請求する法案を提出した際に批判された。ファインシュタイン夫妻は世界最大の商業用不動産会社とアメリカ郵政公社の間の疑わしい取引に関わっていたと報道された。夫の会社に数十億ドルの軍事契約を授与していることから、上院議員の立場を乱用していると非難されている。ありがとうございます。